九勝山、森岩王寺は、岐阜県江那市岩村町との町にある、総当州の寺院。かつては、岩村藩主、尾牛松平思想家の菩提寺であった。江那三十三観音霊城の十一番札所である。天正十八年松平家城が、上野国名場に、その菩提寺として、親までに英養賞を招いて建立した。三号及び二号は、松平家城の父、 松平新城の宝を売行院伝、森岩尾道を大前城門、祖父、松平近志則の改名空元院伝旧清史、正代古事にちなむ。慶長六年家城が岩村藩主となると、森岩尾寺も岩村に移り、二世の原出寺富が上州名場から来たものの、間もなく岩村で宣言したため、大井の長国寺から、定岩雲城を招き三世とした。家則は、 森岩おじに三十国を伏して保護した。しかし、寛永十五年に二大藩主の松平の利子と武器の時に浜松藩へ転保となったため、和尚の寛中限定が、お牛松平氏歴代の遺廃を携えて、浜松へ赴いたため存続が危ぶ生まれたが、岩村の豪商で、豚屋職の松田時給が資材を投じるのみならず、広く寄進を求めて寺閣を修歩し放唱をいて、 一大ランとしたので、江ナ軍における、総統州の中心的な寺院として、慶重家事の松寺を混流して繁栄した。その後、小牛松平氏は、立林藩、唐津藩、鳥羽藩、亀山藩、淀藩、桜藩、山形藩と転封し、最後に、三河の西尾藩で明治に至り、廃藩となった。そのため、愛知県西尾市にも、 お牛松平氏の菩提寺としての森岩お寺がある。ありがとうございます。